どうも、ほっこりキッチンのまさきです。今日はですね、すき焼きを作っていきたいと思います。もう冬ですね。少しずつ寒くなってきましたね。でスーパーにもね、かなりすき焼き用のお肉って出てきました。ぜひともね、そういう時はいいお肉を買ってください。その方がね、絶対美味しい。で今日のメインはやっぱ割り下よね。皆さん結構割り下がね、わからない方結構多いと思うんですけど、これは本当に簡単。この割り下の割合さえ覚えておいてくだされば、もう抜群に美味しい。もう本当ね、料理屋さん、プロの味にね、かなり近づきます。でこれ本当に簡単だから、絶対覚えて。で今日の食材たちご紹介します。ちょっとね、先に切っちゃいました。はい、じゃあ今日の食材たち、まずお野菜たちですね。白滝、玉ねぎ、えのき、焼き豆腐、ネギ、こちらがお野菜たちになります。で次がですね、こちらのお肉ですね。ほんわか霜降りが入ったいいお肉。これがね、ガッチガチにね、マザー牛とかね、霜降り入っておるともう胃がもたれちゃうから、この具合がね、一番いいかなと思います。でこれでね、だいたい今日スーパーで買ったんですけど、1100円ぐらいだったかな。ではこんな感じでこの子たちをすき焼きにしていきたいと思います。では調理開始。はい、じゃあいきなりですね、もう最初に言った、重大なポイントですね。この割り下をちょっとね、作っていこうかなと思います。はい、でまず最初にお酒です。お酒を50cc。 はい、そしたらみりんですね。みりんを 50cc。 はい、そしたらですね、こちらのお鍋で一回アルコールを飛ばしちゃいましょう。アルコールの香りね、アルコールの香りをまず飛ばす。でもう一個の方にも醤油、これね、50cc で取ります。でここでね、しっかりね、アルコールを飛ばすこと、これ大事。香りがどうしてもね、ついちゃう。前の手羽先の動画でも、タレの動画でもそうなんですけど、やっぱね、酒とかみりんとかのね、アルコールのね、香りというか、アルコールを飛ばすのに飛ばすとすっごい美味しくなるから、しっかり沸騰させてね。だいたいこの量でね、2人前ぐらいかな。1人前でもね、全然これでも大丈夫だと思います。飛びました。そしたらですね、火を中火にしてください。はい、ただ醤油と、本来ならザラメの方がいいですね。ただ、当店にはザラメはございませんということで、上白糖 15g。 はい、これで、ちょっとですね、上白糖を溶かす感じですね。ふつふつとなってきました。はい、いい感じですね。じゃあこれで一旦火止めちゃいましょう。じゃあこの割り下をさっきのこのこれでいいかな、に入れといて置いときましょう。何事もね、すき焼きはマジで手順が大事。じゃあここから早速すき焼きの本体の調理に行きます。ではですね、まず最初にやること、卵を用意してください。いつでもつまみ食いができるようにです。はい、完璧。
そしたら、火が通りにくいですね、玉ねぎさん、玉ねぎさんをちょっとね、やってみましょう。電子レンジで軽く火通しておきましょう。うん、大体600ワットで2分ぐらい、うん、耐熱に入れて、ちょっとこれでね、火入れておきます。2分完了。はい、そしたらですね、まあ、スーパーにも置いてあるこの牛脂ですね、牛脂を使っていきましょう。ぽいぽい、だいぶ柔らかくなって、ぽいしないね。うん、ちょっと柔らかくなりすぎたか君は。はい、ぽい、ちょっととろっとしちゃったな。よいしょ。はい、そしたらこちらを、まあ、中火でいいでしょうね。うん、火をかけていきます。まあ、全体にね、広がるようにしっかりとこうね、なじませるわけですよ。うん、でちょっとね、多すぎるかなと思ったらこの牛脂取っちゃってください。まあ、このぐらいでいいね。うん、はい、そしたらですね、まずこのネギをここで一旦焼きます。理由としてはもちろん煮ただけでも美味しいです。ただね、焼いてちょっと焦がした方がネギのね、香ばしい香りがするのよ。うん、これは絶対焼いた方がいいよ。ほら、もうネギが香ってらっしゃる。いや、ネギの香り、ネギ焼きとかめちゃめちゃ美味しいじゃん。ああ、ネギの香りって美味しいのよ、とにかく。ああ、うわ、来た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 。焼けちゃってる焼けちゃってる。こっちが焼きが早いから、多分こっちの方が火が強いんだろうな。きっと少し移動させよう。はまってんな。よし。あ、いいねいいねいいね。いいよ。はい、じゃあ軽く焼きついたので、ここで一旦取り出します。姉さん、回収。おいで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 。よしよしよし、いいねいいよ、素敵だよ、素敵に焼き色ついてる。はい、そしたらここちょっと割り下入れましょう。まあそうなるよね。うん、割り下入れてちょっとね、今日の肉のコンディション確かめましょう。こうやったらね、もう半生でいい、このぐらいでいいから、牛肉だからね。うん、このぐらいで。そう、うまい、うまい、うまい。そしたら一回落ち着かせて、これね、白滝さん入りますよ。えのきさん入りますよ。焼き豆腐さん入りますよ。白とえのきさんもね。で、先ほどネギね。うん。ネギも入ります。お肉、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 いい感じになってきました。
ね、すごい簡単でしょ。すき焼きはもうこんな感じでいいんだから。うん、はい、ということでね、今日はねすき焼きを作ってみました。はい、でポイントは割り下ですね。うん、 2人前ぐらいだったら30、50、15g、酒50、みりん50、醤油50に砂糖15。うん、簡単に言うと1対1対1ですね。1、1、1、これを守っていただければ、うん、美味しい割り下できますので。はい、でこれね、最後1個問題点発見しました。はい、おいおい、さっきの玉ねぎお前どうしたんやと。やっちまいましたね、完全に忘れてました。あとでちょっとポン酢かけてふわっと食べたいと思います。はい、ということで今日はすき焼きの、簡単な割り下をご紹介するレシピ動画でした。ホコイキッチンです。ありがとうございます。